やっぱ頭いいよね。さすがに頭いい。じゃあ俺もお前行かないっすわ。ありがとうございました今日は皆さん。え、ボドカさんも盗んだの？いや、ほどかしなきゃいけない俺は。俺に任せろ。30時間ぐらいは。で、セブンデイズは別に逃げないでっていいんだし。セブンデイズは逃げないけど、まあみんな逃げたいといいけど。OK、武士回収できた俺。 OK、俺する。ちょっと待って、こっちの、あ、あった。あれ、これあと何個で自転車なんすか？これあと、あ、これで自転車、え、今10分の9、今どこで見れる？クエストのびっくりマーク、自転車以外のアイテム選んだ後にってことですか？アイテム選んだ後に自転車、自分で選べる。採掘の匠かバーラント。自転車、絶対自転車これ。絶対自転車ね、絶対自転車ね、絶対自転車ね、これ自転車、絶対自転車ね、了解。なんか自転車ね、置いて使える。どうやって置くんやこれ。あ、置いてた。ふーん、わー、わー。シフトをスタミナ使って少し速くなる。これなんかぶつけすぎると壊れるんで注意です。ぶつけるとそれだけ注意で、降りて自転車に向かっていい長押しで手のマークを押せば拾える。え、これじゃコード耐えられないかな、さすがに無理か。あ、何あれ、飛行機。あ、待って、武士来たんじゃね、これ。武士だ。武士、武士どこだこれ。あ、落ちてる、バックの上に。これ自転車持ってる人に見て、行ってみて。いってらっしゃい。いってらっしゃい。これ2個落ちるんだっけ、武士って。1個か。1個です。今回はいいや。わー、いってらっしゃい。1人で大丈夫です。行ってきます、僕が。これ俺も行きます。1人でいいって意味ない。松崎さん、鹿いる、鹿いる、鹿いる。あ、頼む、鹿頼む。料理するから俺。終わってまして。いや、ちょっと鹿無理っすよ。無理じゃない。俺がそれ意味ないって。ひどいよ。ガチで意味ないって。一人当たれるすぎる、マジで。肉肉肉。走れねえ。よいしょ。うち、さすがに納豆巻き食べていいですか？どうぞ。わ、いいなぁ。え、おにぎりって納豆巻き一番うまいと思ってるんですけど。え、納豆巻きおにぎりじゃなくて？いや、それをよく言われるんすよね。おにぎりコーナーにあるだけじゃない。いや、納豆巻きおにぎりに入ってると思うんだけどな、俺は。え、だって三角の形して売ってないじゃん。いや、まあそれを一概におにぎりと呼ぶんですかって私は言いたいよ。まあ、手巻きじゃない？どっちかっていうと。でもおにぎりコーナーに納豆巻きで売ってるくない？おにぎりじゃなくて、うん、おにぎりの2段目にあるもん。ギリギリグーの音が出るぐらいだな。グー。厳しいな。え、あとさ、この巻きのお米って、うん、味ついてない？あー、ついてるかも。確かに。もう違うよ。ロンパオやん、リリム。ロンパオの名を欲しいがままにしてるやん。やっぱ頭いいよね。さすがに頭いい。そうですよね。そうですよね、やばい。得意よね。ね、そうですよ。そうですよね、やばいな。なんか、あんまり学のないひろゆき。全然褒めてなくない、それ。普通にバカにされてるよ、リリム。勉強はね、仕方ない。お、いた。あ、てか、こっからすぐそこにあるさ、同じ方角に、やっぱ。あの大量発生も了解。俺も近いはずなよな。じゃあこれ行きますか。はい、どっこい、一応自転車。俺慣れてきたもんだな。もう私死ぬ気しねえよ。もうこんなん知らないっすよ。死ぬほどプラグ立てたから行く。どうやって死ぬんだ。どうやって死ぬでしょう。死に方を知りたい。嘘みたいなチームなんだけど。じゃあ始めます。すいません、待ってください。あと 100m です。危ない危ない。僕を置いていかないでください。忘れないでください。あ、これしゃがんでるの？ね、ごめん、なんか3人ここ綺麗に並んでんだけど、俺の目の前いるぞ。すいません、あの、僕トロールなんで上から3人来ます。はい、ナイストロール。あ、すいません、はい、僕もトロールなんで正面から2人来ます。ちょっと待って、やばいか。やばい、挟まれてます、今。ちょっと待って、俺被弾したらやばい、これ。うち強い。体力25しかないから、じゃ前行けねえな。オッケー、オッケー。おー、爆発時、さすが。いいよ、燃やせ。おい、死んだ。もういないか。終わり？終わり？いや、まだ終わりじゃない、一掃する。上がある。上じゃね？
多分上っぽいなこれ。下？え、大丈夫？いや上いない、上いない。びっくりした。下もあるんだ。なんかあーこれやばい。なんだ、何の音？あ、これツェリーム。いいよ。入るよ。めっちゃ回復するじゃん、鎮痛剤。おじいちゃんの密造酒。え、ボドカさん。これじゃない、この配達。これじゃない。この密造酒飲んでみてほしい。近接ダメージ上がるって。うわぁ。いきます。おじいちゃんの密造酒。頼んだわ、ちょっと行ってくれ。飲んで。よし。頼んだ。ちょっと待って。ポッポ、視界やばい。それやばい。視界マジでぼやける。終わったわ、マジでこれ。ポッポ。さすがにやってるっす、これ。そうなの。いや、マジで見えねえ、これ。お酒ダメなんだ、それ。あかんわ、これ。いや、無理無理無理。もう、前がどうなってんのか分からへん、これ。お酒ってそうなんの？あ、いるね。2匹ぐらいいるかも、これ。あー、2匹いる。シェフやな。戦えるよ、みんな。戦えるよ。はい。ナイス、ワンパン。あぶねえ！はマジこいつ爆発すんの？違う違う、多分トラップ。え？ね、トラップじゃね？鍋触った？多分今の。な、鍋あったよな、変な鍋。鍋あった。触ったでしょ、多分 VDK。え、俺触ったん？わからん。なんか鍋が爆発した。あ、地雷らしい。鍋なんだ、地雷。怖い、このゲーム。やばい、もう。いや、わかんないよ。回収して報告行こうぜ、もう。なんか、配達変わるよ、後ろに。誰？ VTK だね。いや、お行儀悪いが、いや、テーブルの上にあったよ、今、地雷が。らしきものが。テーブルの上に登った男がいたんすよ。じゃあ、俺やな。お前が。いや、俺だってもう目の前からめっちゃ押し寄せてきてたから、避けるために。机の上しかなかったよ。お行儀悪いことするからそうなんのよ。ちょっと、じゃあ俺もうお前行かないっすわ。綺麗だよ。綺麗なんなんだよ、マジで。おー、怖っ。びっくりした。おー、肌が来るとびっくり。裸の生き方で肌が来るとびっくり。明らかに味方ではない服装だったんだ。そう、上上なんだ、右上。東、はい、ちょっと見てこよう。え、やばかった。六半ゾンビなんだって。立派な、立派なお家があって、そこ六半ゾンビにした。六半ゾンビね。ゾンビの強さの単位ね。難易度の単位ね、はい、六半ゾンビ、はい、あー、そういうことね。リリム語検定だ今の。六半ね。レベルが上がった。おめでとうございます。うわ、俺あとちょいで1レベル上がんだよな。開けて、あと1つでクエスト報酬を2つもらえるようになります。やばくね。もしなんかブルーベリー落ちてたら取っといてもらっていいですか。ブルーベリー了解。はい、いくらでも取ってくる。連日とう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 、最高これ。鉄尾の文明やばい、最悪や。死ぬそれ。どうした、気をつけてって。まさか大変やもん。今スパイク広げてるから。まさか、あと3。やっちゃった。デスペラ来た。デスペラでかすぎる。それ痛いよ、デスペラ。何やってんの。いや、罠で死ぬの屈辱的だよ。うわ、しかも俺報酬受け取ってね。うわなん、うわうわ、やったやったそれ。それ犯罪です。やったレベル上がったな。グロすぎるそれは。これきついね。うー、ありがとうございました今日は皆さん。もう慣れてる。おい、ガチない。ガチない、早いって。オイル、ショットガンの弾欲しいな。いっぱいあるよ。ね、ショットガンが欲しいですね。間違えた。ね。本体引きたいっすね。でっかい町とかのちょっとレベル高いとこ行くと出んのかな。あり、ショットガンのも買っちゃうのもありっすね。うん。売ってれば。ショットガン自体を。いや、本を。まあ、自体もあったら買っていいんじゃない。あったら買います。はーい。まあ、こんなもんか。こっち側。財務大臣に一言言ってね。財務大臣買いますね。リリム財務大臣。あ、待って、今俺が全部金持ってる。いや、そうだよね。今見たらさ、何円もなくて。あ、ごめん、もう半分残すぐらいだった。財務大臣に一言も
なく。すいません。そう。すいません、あのブルーベリー買いに行ってます。持ってくのはいいけどね。一言前ってのはリミさん今怒ってんだよね。そういうことだね。よくわかってる関さん。やっぱ一言あればね。細かい怒り方知ってる。そういうとこなんよね。細かくないよ。細かくないよね。そうですよね。それは本当に申し訳ない。それはちょっと申し訳ないですよ。俺黙って。いいも持って帰りますんで。500円あるぞ。お。よかった。お金残ってて。4500円ならあります。え、ボドカさんも盗んだの？いや、盗んでないよ。盗んでない。人聞き悪すぎでしょ。言い方すごいね。言い方すごいな。言葉強い。あー、やばい。危ない。今、終わった。きなおさん、喉が渇いたなら、はい。クラフトテーブルに入っている飲み物飲んでみな。飛ぶぜ。クラフトテーブル。多分もう1個ぐらいは作ってるはず、作れてるはず。マジ、すべてを過去にするぜ。ブルーベリー飛ぶぜ。見てみ、性能。果汁進む。もう水なんて飲めないでしょ、二度と。え、やばっ。もう飲まなくていいんだよ、水なんて。そんなまずいもん。やっぱりもうね、この家に住む者にはしょぼいものを口にしてほしくない、俺は。家はしょぼいのに。初心忘れた YouTuber みたいになってんすか、俺ら。家はしょぼいのにな。すごい、これめっちゃ回復する。こんなカスみたいなもんね、食ってほしくないんだよ。六本木ぐらいのとこ行きたい。そう、ビルとか行きたい。ビルとかあんの？ある。ある。うわ、あんの。いやー、あのやばいよ。ほんと六本木ぐらいでかい街あったはず。誰あれ、人？人？とりあえずお水入れときますね。関さんじゃね。ん？それ、それ関さんじゃね。ん？え？あ、人だ。絶対関さんやって、マップ見ろってお前。思いっきり関さんやんそれ。うわあ！ああ、なに？ゾンビいるんだよ、助けて。なんか良さげなあれがあったんだけど、こいつら多すぎて苦労してる。ほい。おらー、絶対2階からじゃない、これ絶対2階からじゃない、絶対2階じゃない、絶対2階だよ。やばい、犬いる、犬いる、犬が。しかも2匹いるな。全員下から行ったんだけど、絶対上からでしょ、これ100上、これ。ぶんねー。わしのために残してきなよ。上倒したす、一旦、一応大丈夫？危なかった。え、てか待って、みんな体力結構やばい。まあ回復あるよ、俺使ってないだけで。明日のために残してる。じゃあ大丈夫か。今日なる。欲しかったあげる。巻いとこっかな、これ。回復もいる？誰か。まあ施しは受けない、俺は。いる。じゃあ巻いとこうかな。死んだら元も子もないし。おーいって、あぶねー。関さんいる？関さんいる？いや、施しはいけない、俺は。これは大丈夫。あ、ですか。うん。そのスタイル、絶対いつか身滅ぼすけどな。ハンマー持ってて施し受けるのは、もうハンマー捨てた方がいいよ、浮いていけ。いや、俺受けてないっすよ。あ、頭何勝手に受けたことない。施し受けてるな。頭くれよ。いやいや、まだ生きてる。俺受けてないっすけど。悲しいよ。やばっ。これってさ、勝手にサイレン切れんのかな、いつか。作業台でしか作れないのか。見て、VDK。なんすか？これ、ファイヤーハンマー。え、すげえ。え、かっこよ。欲しい？え、それ、いや、いらねえっす。欲しいでしょ？これめっちゃ強いよ、ちなみに。めっちゃ強い。絶対頭と交換しようっていう。ほら。わかりやすぎる。わかりやすすぎる。これ。よーし、ハンマー振り回すぞ。頑張るぞ。うわ、怖えくなってきた。やべえ、これだって負けたら全部失うっすよね、下のアイテム。俺失うね。一応そう、やばい。全滅したらこれ全部負けたら何、もうこのサバ自体リセットみたいな感じ。いや、負けそんなことはないけど、何もない状態でまたこの世界に放り出される。なるほど。ここまで頑張って集めたのに、せっかく我々これ、あと関さんとエビオさんに一応の説明なんですけど、ここ、はい、この俺の場所来てもらったら、はい、
ここから、ね、はい、しゃがみボタン入れていただいて出れて、すごい、何これ、うわすげえ、脱出口、しゃがみボタンで、そう、こっちから出てで、ここ開けてこっち側、後ろ側に出たら、その外で戦っても一応こっから戻ってこれるんで、うわー、なるほど、最悪帰ってこれるんだ、そう、最悪帰ってこれるんで、そこ、あ、それ死ぬっす、それ、ちなみに横当たると死にそうっすね、自分一旦基本しゃがみ、しゃがみ入力入れながらまっすぐはしごに向かって、え、もとかさん、ショットガンのあれあるっすよ、改造、え、ルベツどこ行った、ショットガンダックビル改造パーツってやつなら、え、いや、でもさんどこすか、ショットガンキットみたいのがないとあかんねんな、あ、そうなんだ、はい、2連ショットガン、ありがとう、オッケーっす、もう来てる、もう来てる、もう始まってる、始まった、ほんまに10時からだから、あ、めっちゃ来てる、うわ、ほんまや、オッケー、上乗るよ、すげえ、はい、上乗るね、どうやって乗るのこれ、やば、これ俺一番上乗っとくね、いいや、見えない、見えないよ、おも、うわ、めっちゃ来てる、知らなかった、パイプショットだ、待って、クソ弱え、よくね、は、よ、すげえ、ゴリゴリ来てる、え、キノス、え、強っ、サクめっちゃ強い、え、ちょっと待って、触れたら死ぬんだけど、相手がなんかダウンしてる、触れたら死んでない、あれ、いや、打たないと経験値は入らない、打って、できるだけ、オッケー、打ってる、打ってる、弾当てて、了解、了解、え、待って、レベルどんどん落ちてる、キノザク強い、待って、え、これいい感じか、これ最強かもしれん、もしかしたらサクがヤバすぎる、ぶっちゃけ弾がなくなったり、この柵がなくなった時、確かに弾と柵がなくなった、このカードを入ってしなきゃいけないから、侵入許した時点で普通に全滅です、止まってる時は楽ですよこれが侵入したらもうマジで一瞬の終わり、絶対無理、内部に入ってからが勝負、まあ、勝負っていうかもう内部に入れたら勝負できない、ちなみに黄色の袋消えるらしいぞこれ、え、消えるのこれ、もったいな、取りて、誰かチャレンジしてきてもいいよ、取るの、いや、カバーするよ、カバーするよ、でも経験値もったいないよ、割と、いいよ、エビオが行っていいよエビオ行っていいよね、生贄にしようとしてるじゃん俺ら上だってエビオから、じゃマジマジで頼むよ、マジで全部破壊してる、どこどこどこ、俺に任せろ、うわ、行った、取ってくるぜ、どうする、すげえ、全部取って、やばい、セクさん、右が、セクさん、めっちゃ湧いてきてるやだ、俺は取る、どけ全部取る、セクさん、反対側めっちゃ落ちてるよ、黄色、大丈夫、大丈夫、うまい、なんかこっちのやつも全部反対側落ちるかもしれない、はいはい、落とせー、落としたら呼んでくださいね、落とします、俺の目の前、あ、いいですね、やっぱ秘書の多いとこに行くからこいつら寄ってくるよ、俺の方無視されてる、すごい、セクさんめっちゃ囲まれてる、セクさんめっちゃ囲まれてるよ、やばいよ、やばいよ、すいませんでした、俺の目の前めっちゃ黄色箱あるよ、あ、そこら辺、そこら辺、そこら辺やばい、おい、なんか酒飲んだら全然画面ぼやけるやんけあの説明めちゃくちゃ疲れた俺、またやってんのかよバーラントやばい、 OK 全部壊したよ、なんか静かになった、いや、まだ嘘だと思う、これ嵐前じゃない、これ、こっからグン来るってこと、なんで、なんで体燃えてんの、え、これ終わったのか、いや、あ、終わったらしい、え、終わり、あれ今の音楽は終わりっぽい、あ、終わりなんだ、終わる仕様なくなったって聞いたんだけど、まあ、所詮は1回目ですね、え、待って、余裕すぎない、まあ、1回目か、何これ、余裕やん、このスパイクトラップほとんど日の目を浴びてないぞ、 え、全然こんな準備する人、なんなら1日目のやつでいけた、なんか余裕じゃん、ショットガンメシア、今日皆さんはあとどんぐらいやりますか、確かにどうします、7日ちょうど切りはいいですけど、今日どうするか、まあ30時間ぐらいは言ってないで、30時間ってじゃあ明日の予定立てた意味がもうない、どうでしょうか、まあ、まあ、このままいい、うん、このまま30時間やるならちょっと一旦ご飯食べようかなぐらいの今全然、ね、いつも帰ってくる場所はあるんでやろうとしてます、もしかして、まあ、温めておきます、いや、温めておきます、温めておきます、まあ、もしやるなら14日目まで行ってほしいですね、うん、そう、14日目まで行ってくれたら、そう、15から21できるんで
はあ、そう、その覚悟があるなら、その覚悟があるなら14日までやってもらって14日を生存しとけとね。14日生存したら、ね、まあ僕21からできるか。明日予定ある人いないんですか特に。え、ちょっと今あの20時ちょうどに、うん、まああの動画上がるかあんまかぶせないようにしたいかな。あーはいはいはい、まあ、その10分ぐらいをかぶせなければ、まあ、いつでも。なるほどね。俺も明日一瞬だけなんか V サイのランドマークをくじ引き5分ぐらい行ってくるっす。はいはいはい、5分間トークしてくるっすね。まあでも5分以外はあと残りの22時間半ぐらい行けるっすね。じゃあ割とあれか。まあ俺も飯とトイレとそういうのあると10分休憩は3回ぐらい入るかな。まあまあそうっすよね。そういう俺10分休憩含めてなかったのやばいだとしたら話ならなんか足りなそうやね。いやいやいや、そんなことない。そんなね、うん、いやあんま無理はさせたくないから、やっぱおじさんがそもそも、ね、そうなんですよね。俺もね無理させたくないんですよ。でも無理してる人いないよね今のところ。心配なんですよそれが。無理はしないけど、話聞いてる感じ無理してる人無理は別に全然いけるはいけるんですけど、あり余る力を抑えられないみたいな感じ。カマで行くのに無理をしなきゃいけない可能性は大いにある。ここから7時間だもんね。今は大丈夫だけどみたいな。まあ、まあ、そのはいはい、あれじゃないですか、ね、先が怖いってことね。まあゆっくりやっぱりみんなで定期的に集まってってのもおもろいし、だから今日7時間やったんでまた次7時間明日やってでまたその次に7時間集まったらその定期的に SNC が集まれるっていうのでやっぱいいんじゃないですか、そのね交流会的にも。なるほど。うん、そんなでセブンデイズは別に逃げないで、別に明日やろうと思えば14時間やったっていいんだし。セブンデイズは逃げないけど、まあみんな逃げたいといいけど。別に待って、そんな懐かしい。そんなこと言い出したらもう夏に乗り出てきたって。俺言い出したらもう無理はさせたくないから。まあ別に、いやそこも本当に全然逃げたい。いや逃げる。そう、こういうね、集まれる場所がより長くあれば、はいはい、まあ、それもセブンデイズじゃなくてもいいけどね、俺は。まあ、こういう話し合いをしてるうちにもう1日減っていってるけどね。まあ、そう、本当にこれがまずい、ずっとここで。あの、俺普通に今やってるから手止めないでね、みんな。ちょっとちゃんと撮影会議中も。会議中ガチでやってた、もしかして。手止めるのよくないね、やっぱり。今日は終わっといて7日で俺らはまあ一旦チュートリアル的な学んだねで、うん、明日からもう本格スタートでも、うん、うん、なるほど。まあ別にいけるっすけど全然、まあ、でも今日は勘弁しといてやってもいいのかなっていう。勘弁しといてもね。ゾンビたちもね、コードで疲れてるだろうし。びっくりした、びっくりした。俺に言ってんのと思ったよ。違うっすよ。俺と勝負するのかなと思った今。びっくりした。まあ明日でもいいのかな。じゃあその、うん、明日から来る人もいるからその進めすぎると明日から来た人もちょっと気まずいかなっていう。確かに来る人は一応気まずいか。そう、ちょっと正直まあ7日ぐらいだったらまだこの、まあ、まだ何してたよってそう追いつけるけど、14日経ったらさすがにちょっと一から入るのはまあ気まずいかなっていうのは確かになあるっすけどね。確かに全部武器もらったりとかねしなきゃいけない。確かにな。そうするか。楽しみが薄いかなっていう。確かにな。でも明日は割と無限じゃないですか。明日は割とマジ無限っすよ。マジ無限了解。明日はもう何時間でも。うん、明日どう？何十時間でも。そうですよ。はい。じゃあ次さ。明日は無限じゃなさそうやな次さ。いやまあまあまあ。ちょっとあれしとくわ。ちょっと調整できたら調整しておきます。